皆さん、こんにちは。テクニカナリストの森口でございます。今日も日本株速報よろしくお願いします。今日は6月の23日木曜日でございます。お題はこちら。 日経の巨人チャートも受給も二重丸ということで話をしていきたいなというふうに思います。日経金の巨人といえばファーストリテイリングなんですが、もう今日ファーストリテイリングがいなかったらマイナスだったと思うので、まあそんな感じで見ていただければなというふうに思います。で、心配なのは海運で日本優先をチェックし、あとは今はね、グロースで一番人気の N チェンジや、値上げしたカルビー、ーあと直近 IPO ツボタラボ、この辺をチェックしていきたいなというふうに思っております。まあそれらは踏まえた指数の売買戦略で見ていきます。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎 営業日夕方5時でやっております明日も聞いていただける方ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速今日の振り返りからやっていきましょうはい、えー、3指数高安まちまちの結果です日経平均株価が0.08% 21.7円のプラスですトピックスが0.05%のマイナスマイナス0.91ポイントとなっておりますまあ、ただですねファーストリテイリングだけで30.57円押し上げているのでもしもファーストリテイリングが上がっていなかったら日経平均もマイナスだった可能性もあるということを押さえておいてくださいまずは0.91%の上昇ということで今日 相対的ににには底かかかった強かったた強とといいいうふうに言えるのかなというふうに思います個別銘柄売買代金見ていきましょう。レーザーテックがトップ、東京エレクトロンが2位、大幅なプラスといった感じです。ソフトバンクもプラスという感じですが、海運株のマイナスが目立ってますね。ここはチェックしておかなければいけないかなというふうに思っております。えー、グロース見ていきましょう。N チェンジが1位ですが、さすがに大幅安というふうになっております。後ほど材料をチェックしていきたいと思います。で2から相変わらずの人気ではあるんですが、売買代金減ってきていて、なぜかというと、直近 IP を ツボタラボが結構人気あるんですね。3位に食い込んできているということなので、今日の動きチェックしていきたいなというふうに思います。では、個別銘から見ていきましょう。まずはファーストリテイリングですが、1.87%の上昇ということで、チャート上はこのような形になっていますね。すごくいい形だと思います。ここで大底を打ったっていうのは明確になっていますし、1回、2回、3回のトリプルボトムみたいな感じになって、超えてで、ネックラインを意識したようなこれぐらいの展開からぐっと超えてきて、さらに高値を更新してきたということですから、 チャート上はもう申し分ないといった感じです。そこ、うち後の上昇トレンドを確認したっていう、そういうチャートだと思っています。それでいて、信用倍率。信用倍率というのは、信用改ざん割る信用売り算で、信用売り算の方が多い状態。信用売り算が多いということは、で、買いが、ね、本当は下がると思っている人が多い中で上がっているっていうことは、含、えー、み損を抱えている人がいる 売り算で含み損を抱えて、決済しなきゃいけない、損切りしなきゃいけないというのは買い戻しですから、さらなる上昇要因となり得るということですので、まあ、受給的にも悪くないということですね。なんで、まあ、ファストリテリングが堅調であれば、日経平均は相当支えられやすいと思いますので、ここはね、要チェックということで押さえておいてください。一方、あの、今日の今朝のね、日経、あの、 YouTube でもお伝えしましたが、ソフトバンクグループとか、東京エレクトロンとか、あと日経レバレッジ ETF っていうのは、その逆で受給が非常に悪いので、そこだけ注意してみていただければと思います。続いて日本優先見ていきましょう。日本優先はですね、下落が続いていますね。で、日本優先はまだ少ない方、1.97%なんですけども、今日、商船密井が3.61%、川崎汽船が4.04%、共に安値を更新していくっていうような、そんな感じでしたし、まあ、日本優先に関しましても、5月27日以降のこの高値をですね、 えー、超えられずにひたすらこうグッグッグッググッと下げていくようなそんな感じになっています。今日表示している移動平均線25日、75日、ね。で、これ200日ってことですけども、200日を割り込んでから200日が抵抗して下がっているようなそんな感じにも見えなくはない。そして25日、75日ともにもう下向きに変わってきてしまっているので、えー、流れとしてはですね、加工トレンドに入った可能性が非常に高いのかなというふうに見て取れます。まあ人気、まだあるんですよね。売買代金トップ10には必ず入ってくるところではある ですが受給的にも信用倍率倍率9.23さっきのファーストリテイリングとは全然違いますよね。なので、まあ、重たさもあるしっていうところはあります。ちょっと注意して見ていただければと思います。 ついて、エネジェンジ見ていきましょう。エネジェンジなんですけども、今日がどういう状態だったかっていうと、信用の規制がかかっていたんですね。ニュースとしては載ってないかな。えー、ということだったんですけども、ちょっとね、規制がかかってしまった分だけ、上値が重たくなっているという感じにはなっています。チャート上で見るとこんな感じですね。になってます。で、規制がかかっていたので、すごい安く始まりそうだったんですね。気配値が安かったので、ただ、売買代金は相当、こう、やっぱりやり取りされてるので、まあ、その中では、もしかしたらチャンスかなと思って、1000円ぐらいに、 朝、差しにを入れてたんですけども、それを打ち破るようなプラスにを午前中に一回演じたんですよね。ここで見るよりこっちで見てもらった方がいいかな。こんな感じですね。今日の動きこんな感じです。で、こうプラスでぶち上げて、もうなんか、あら、強いじゃないみたいな感じだったんですけども、さすがに午前中で一回こう崩れましてで、マイナス圏という形。で、今日はさすがに11.4%安ということですから、まあ、ここまでね、かなり出来高を伴い、かつ2倍以上ですね、ここで上がってきてますから、まあ、一旦の調整ということです。 し信用の規制もかかってます日々好評銘柄に指定されてますので、えー、そこはこういうふうに売買が荒れやすいタイミングでもあったということにはなっております続いてカルビー見ていきましょうカルビーですが今日はね大幅続伸という形になっています値上げをまた発表していますね値上げ効果を期待で国内証券が格上げということです野村証券がニュートラルから倍に目標株価を2950円から3200円3200円3200円とほしいですねに引き上げているという形でございます、まあ、値上げ自体はね 株価にとっては結構プラス、ポジティブに取られることが多いんですよね。実際にまあカルビーのポテトチップス、僕は食べないんですけど、えー、まあ人気はあるんでしょうね。で、チャートもこのような形で、しっかりとギャップアップして、で、200日線を大きく超えて、この辺だけを見ると、大きくもう底打ちしたような感じですね。週足で見ると、もうちょっと底打ちっぽく見えるのかな。えー、1回、2回、3回みたいなね。 え、これが、え、逆三度ですかね。え、のような形で、52周移動平均線も明確に超えてきた。13周もおそらくもう上向きに変わっているんじゃないですか。え、ということなので、カルビーね、なかなか面白いチャート、週足チャートなんかで見てもかなりいいチャートになったんじゃないかなというふうに思います。一方、これからですね、まあ、値上げ、インフレのね、まあ、値上げのラッシュはもうかなり来てるわけですけども、インフレによる消費減退みたいになってしまうと、業績にね、逆影響、ね、悪影響なんかも出てきますから、 この辺がどうこ,こで見極めが来るかっていうのはね、えー、難しいところかなというふうに思っております。最後、ツボタラボを見ていきましょう。坪田ラボなんですが何の会社かというと庶民の IPO からねちょっと見ていきたいと思うんですが、禁止ドライアイ、老眼などの治療にかかる医薬品医療機器の研究開発を行っている企業で慶應義塾大学初のベンチャーということですね。えー、大学初ベンチャーなんですがなんとですね、業績はしっかりとプラスなんですよね。収益性見ていただいても20%以上の営業利益率があるということで結構堅調な 動きににななるんじゃいいかという,ふうに期待がされておりますでこの辺はかなり専門的なんですけども、庶民の IPO の中では IPO としての評価は B だったんですが、公開価格に対してはどれぐらいの価格がついたかというと68.94%ですね。まあ、しっかりとまあプラスはついたんではないかなというふうには思います。で、公開価格を下回る場面もあったんですが、今日の動きとしてはこんな感じですね。えー、になっていてですね、ここからまあ下回って超えて、 で、またぐーっと下回る。 で、この時に面白かったのはですね、このタイミングでエニーカラーが爆上げしてましたね。え、ツボタラボ、まあ今日直近 IPO 全部で3社あったんですけども、その中でもツボタラボが注目だったらしく、上げてる間はそんなにエニーカラー盛り上がってなかったんですが、ツボタラボから逃げたらエニーカラーに移るみたいなね。まあ、そんな感じだったんですが、最後直近でバコンと上げて、849円まで押し上げたということですから、まあ人気はありそうだってことですよね。売買代金も3位に入ってきてますから。で、エニーカラーの売買代金自体は減ってきているので、明日以降どんな んな風にね動いていくのかそして、えー、6月23日が決算発表日か今日が決算発表予定日なのかなーになってるのと思うのでまぁ、あ、それがどういう結果として出てくるのかっていうのをね、えー、しっかりと見ていきたいところかなという風に思いますはい、では指数を見ていきましょう今日の日経平均株価ですけどもこれチャンネルで見てますでちょっと分かりづらいと思うんですが緑の線をできれば超えてほしいというところでしたが超えることができずやはりまあここが抵抗として意識はされているのかなという感じですねマックリーも今日はプラスですがまあねこの幅は縮まって てるのでヒストグラムのね、この棒グラフは薄い色のままなんですけども、ただし、下向きが上向きに変わるようなインパクトではないということですね、になっています。あんまりここで抵抗しすぎてしまうと、この線すごく意識されてくるので、ちょっと気をつけて見ていきたいところです。トピックス見ていきましょう。トピックスは上昇トレンドラインが引けないんですけども、まあ、今日も上髭を残しているっていうところでね、加工チャンネルの中にもいますから、そしてマックリア下向きのままですから、まだ引き続き警戒が続くというふうに見ておいた方が良さそうです。まず最後見ていきましょう。こちらも一緒 ですね加工トレンドラインを超えるぐらいの上昇であれば非常に期待が持てるんですけども残念ながらそういうわけでもないということですただ一つの違いはですねここのマック D 線がですね上向きに変わってますねここで黄色い数字が13.11に対して12.86ですから、まあ、一応プラスうこう上向きにはなった、まあ、ちょっとした兆しは見えているっていうことですねあとはやっぱり加工トレンドラインのブレイクとかあとはマック D のゴールデンクロスとか でゴールデンクロス後、ゼロラインを超えてくるとか、まあ、そういったところを段階的に確認して、底打ちを確認するという形になると思います、まあ。そればっかりはもう本当にアメリカのね、市場の動きなんかも絡んできますから、冷、え、静、ー、にここの日本株だけで、えー、動きがあってもですね、なかなか崩れてしまうことっていうのはね、今回もあったわけですよね。注意して見ていかなければいけないかなと思います。では、今日もお知らせを入れさせてください。えー、株個別メーカのとことん分析するマガジンですが、えー、これ最新記事が会社指標の本命記事を公開しますよという形なんですが、今ですね、この本命 の中でここではね、記事の中では3銘柄に入れなかったんですけども、本命実は6銘柄って、その中のウォンテッドリーという銘柄をですね、ちょっと心踊ったなんて、あのその会社のミッションが心躍るっていう、えー、ミッションだったんですけども、えー、それをちょっと分析してます。なんか面白い記事になりそうですので、よかったらチェックしてみてください。また別チャンネル、毎日チャート分析チャンネルで、アメリカ株の信用取引解禁に関する注意点まとめという動画も作ってますので、よかったらチェックしてみてください。また本に関しまして、洞察がかかり、商店購入キャンペーンというものをじ継続 してて行っておりますこの書店購入キャンペーンの前にですね、通常特典のサポート動画というのがありますので、よかったらチェックしておいていただきたいのと、書店購入キャンペーンに関しましては、本屋さんで買っていただいた方を対象に特典が追加になっているという形ですからね、よかったらチェックしていただければなというふうに思いますし、この間、豊洲の有林楼では平置きになっててなんかすごく嬉しかったので、よかったら皆さん本屋さんでもし見かけたらですね、この本チェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。では今日からの誕で終わっていきましょう。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマ 分析をですね明日も続けていきたいと思いますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう